はい、西田製作所です、えー、と今回トークの第5弾ということで、えー、とこのお店開店に至るまでのちょっと経緯またちょっとお話ししていきたいと思います、えー、とやっぱりその相模原市からそのご支援いただくことになって、えー、まあ物件探しが始まったんですけれどもこれが正直ちょっと難航しました、えー、まず条件としてその市からの条件は、えー、まずあの商店会に加入できることその 各地域でそ,のそれぞれ商店会があって、まあ、ここが所属僕が所属しているのは相模原西商店会という会なんですけれどもその商店会に加入できるエリアであることエリアの制限があるんですねあともう一つ制限があったのが物件としては1階か2階までっていう制限があって。 あのこういう音出せるところなんで地下とかもいいかなと思ったんですけど地下が駄目で3階とか上はダメっていうところがあってまあそうするといろいろ条件もろもろ含めて難航しましたあともう一つあの音が出るっていうところで防音をしないとあのダメっていうのがこれ不動産屋さんというか大家さん側のご意見でまああのうちは上が事務所だから音が出るのはダメとか。 あと、まあ、そういういところもありましたその防音をしなきゃいけないというところで今回このようなあの防音室を設置しますからあのそれで貸してくださいって言って行って回ってまあそれでこういろいろとあの見つかることができたんですね。であのこの防音室も実は結構苦労がありましてあのまあベースアンプを置いてマーシャルのスタックを置いてジャズコを置いて。 まあそれでこう快適に思想していただくには最低でも3畳は欲しいと思ったんですねやっぱり防ンブースでよくあるのだと2畳とかあと1畳ぐらいのブースってのはあるのは割と買いやすい値段であるんですけれどもやっぱちょっとある程度広さは欲しいっていうのがあってでじゃあ新品で買ったらもう100万とかしちゃうわけですね安いものでも。で あのー、そういうところでちょっと費用をうまく抑えてこう回転にこぎつけないかなと思って中古とかを探しててこれなんとヤフオークションで見つけましたただ条件があって、えー、このヤフオークの物件が、えー、と取りに来てくださいでかつ解体してください積み込んでくださいってこの3つの条件クリアだったら OK というところで、まあ、入手してやろうということで入札して落札しましたで落札価格なんと9万5千円です。 ただ場所がこれが鳥取県神奈川から鳥取まで700キロぐらいあるんですけれどもいろいろちょっと友人のつてをあたってあの大きいワンボックス日産のキャラバンですねこれを借りて2泊3日で3万ちょっとっていう割と格安な値段で借りましてであのマンションにあるから養生資材は必要だよってことで養生シートとか。 あのプラダーンとかをいっぱい買い込んで、まあ、プラダーンは後々使えるんでねあのそれで買い込んで行ってで、えー、と朝に出てその前日の夜に入ってで安いビジネスホテルで一泊してでその翌日の朝から解体積み込みやって夕方に出てで、えー、ともう休憩しながらですけど、まあ、夜中に帰ってきたっていう感じでした。 でまあその日に、えー、となんとそのこの今の物件を契約してで鍵もらってその足であのこの防音室バラバラにした防音室を下ろしてでまあ、その後組み立てたりとかしたんですけどねでトータルの費用でいうとまあ、本体が9万5,000円で、えー、とレンタカー代がまあ3万ちょっとでえー まあ高速代宿泊費であとガソリン代でこれでだいたい5万ぐらいであとこれ壁紙を張り替えましたで壁紙張り替えてあと外装板でやってで結局なんだかんだ言って30万ぐらいはかかっちゃってますねでもまあ,あの3畳の防音室を確保した値段としては極めて格安だったと思いますでこの防音室今でも役立ってはいましてただやっぱり あのピアノ用の DR30 なんであの締めて結構爆音で弾くとまあ盛大に音漏れはするんですけれどもあのまあ幸いあの上の階からも下の階からもそれほどお叱りを受けることなく無事運用できてて、まあ、皆さんも快適に思想できるようになっていますまあそんな感じでですね今に至っています、まあ、ご清聴いただきありがとうございましたまた続きもよろしくお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いしますありがとうございました